はい、哲也です。今日はね、貧困化する日本人という話をしたいと思います。まあ我々日本人はね、まあともすれば、まあ、GDP でね世界第3位、まあ自由権では第2位ということなので、まあ暮らしもですね非常に豊かだというふうに思っている節がありますけども、実際はですねかなり違っています。どういうことかというと、1995年頃、まあバブルがね、崩壊し始めた頃ですけども、日本人の平均賃金は G7、まあ先進7カ国中ですね、2位だったんですね。ほぼカナダと同じぐらい。で、現在はですね、カナダに抜かれ、英国に抜かれ、ドイツに抜かれ、フランスにも抜かれたんです。で、G7 中、まあ7カ国中ですね、6位にまで転落しています。日本の後にはイタリアしかいないというこんな状態なんですね。で、OECD、これはまあ、いわゆる先進国グループと考えたらいいと思いますけども、全体の中ではですね、何位かというと、18位とか19位なんですね。そのあたりです。うろついてます。これを見るとね、もう日本の平均的な労働者は、決して豊かとは言えないんですね。また、労働分配率、つまり企業が設けた中で、どれくらいね、労働者に賃金として分配しているか、ということを表す指標が、まあ、労働分配率というんですけども、これも、ずっとダラ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 下がり続けています。はい。これはどういうことが起こるかって言ったら、労働者に与える賃金というのほとんどが消費のベースになってますので、消費、つまり需要が低迷していくということですよね。ですから、デフレが続くのも当然ではないでしょうかね。まあ日銀がいくらね、量的緩和をガンガンやったとしてもですね、基本的にその消費のベースとなる賃金が上がってないわけですから、デフレがですね、脱却できるわけがないですよね。で、企業の方はそれとはちょうど正反対にですね、反比例的に、いわゆる内部留保を500兆円も積み上げています。企業は500兆円も積み上がったその内部留保ですね、設備投資に向ければいいんですけども、消費が低迷しているので、新たに設備をね投資して大きな供給力を発揮しようなんて思わないじゃないですか。で、資金需要が少ないということですよね。つまり日本のデフレの原因は労働分配率の低下、労働者に与えられる給与とかそういう賃金の低下が最大の原因だろうと思います。そこをね、改善しない限り日本人のですね、豊かさというのは、訪れないし、またデフレも脱却できないということなんですね。成長しない日本、こんな状態を続けていてはいけませんよね。はい。ぜひ知恵を出し合って、この日本の構造的なね、問題を解決していかなければならないのではないでしょうか。あなたはどう思いますか？ではまた。目覚めよ日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。